加田幸子君壁水会の加田幸子でございますのそれぞれのご専門の立場からの参考人ご意見ありがとうございました大変参考になりましたあのまず杉山委員に二点お伺いしたいと思います一点はかなり総論的なことなんですけど私あの アメリカに留学をしまたアメリカで特に環境裁判とかあるいは家事裁判などをあの勉強したことがありましてあのどちらかというと日本の司法制度と比べるとアメリカの裁判官はより独立的でそれで日本の裁判官が官僚制的なところで前例踏襲そして政府与党の方針にはまあ 反論しないそういう司法の判断が多いと思うんですけれどもその辺りアメリカの、まあ、司法制度も研究勉強していらしてですね裁判官の独立を前提とした場合あの紛争解決処理機関として裁判所は日本の裁判所はどんな地位を占めているあるいは改善方法があるかどうか少しご意見をいただけたらありがたいです。 ご、はい、ご質問ありがとうございますあの大変難しい問題でありますので、すぐにお答えできるあのかどうか分かりませんけれども、あのまあ、一応、日本の裁判官はまあ官僚制であって、まあ、アメリカはあの選任方法が違うという点では違いますけれども。 地方裁判官の独立という点はあの、憲法上は保障されているわけでありまして、基本的にはあの個々の裁判にあたって、まあ、裁判官は自身が考えることに基づいて、あの法の法律を適用しているというふうには理解をしているところではあります。従ってあの、まあの、官僚制でありますけれども、 あの、その点は、あの、保証がされているのではないかというふうには、あの、理解をしているところであります。えー、はい、これでよろしいします、そうです。はい、あの。そういう、はい、そういうご理解で、ありがとうございます。今のはかなり抽象的な総論なんですけど。あの、二点目は、まさに今回の、その、I. T. 化と。 それから期間限定裁判ということに関わってですね具体的にお伺いしたいんですがあの、まあ、期間限定裁判の問題は私は裁判の帰国原告なり当事者の社会関係によって大きく違うんじゃないのかと例えば消費者問題でしたら相手は大企業だったりあるいは公害訴訟の問題でしたらこれも相手が大企業だったり。 あるいは労働問題だったらまたこれも相手が大企業だったりあるいは災害の被害とかあるいは原発問題などですと相手が国家というそれこそ大きな組織だったりそういうところでは期間限定というのはかなり問題で多分そういう。 方向は選ばれないと思うんですけれども、私はもっぱらあの子どもの幸せを実現するために日本の家族制度がどうあるべきかということをずっともうここ3年目になるんですが一貫して考えさせていただいております。そうすると、まあ、夫と妻が離婚訴訟などの時にはあの。 どちらかというと子どもはそこに声を上げられないので夫と妻がしかも日本の場合には離婚の時単独親権なので子どもを奪い合ってしまうというような構造そうすると夫と妻の持っているリソースというのは消費者と大企業とあるいはあの国家と住民というほどアンバランスではないんですね。そういうい場合にににははできるだけ速やかにしかしも子供のためには ちゃんとオンラインででも話ができて、そして技術が短縮できると、子どもは日々成長しますので、両親がずっと長く争っていることは子どもにとって良くない、まあ、両親が争うこと自身を子どもの虐待というような判断もありますので、そういう状況の中で、まあ、杉山さんに IT かなり、あるいは期間限定というのは、こういう家事事件、家族事件などには有利じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 杉山参考人ご、はい、ご質問ありがとうございますあのまず、えーとあのまあ、この法廷の期間制限というものは、えーまあ、基本的には B2B といいますかあの、まあ、企業間の紛争などを想定しているのではないかというふうに理解をしておりまして、つまりその、 裁判所に来る前にある程度、当事者間で自主的に対等な立場で話し合いなんかをして、まあ、何が争点で何が争点でないのかっていうのをきちんと理解できるようなあの人たちがあの使うで、もちろんそれ以外にも使うあのことはあると思いますけれども、えーまあ、特に経済界からのニーズというのはそういうところにあるかと思いまして、でえー、実際にもその当事者間でアンバランスがある場合には、あこの制度を使うのはよくないということで、まあ、消費者契約に関する訴えとか、労働紛争は、あの きちんとこの手続きの対象外であるということは、にはなっているところです。で、家事事件、子どもの幸せの問題に関しましては、家族法、民法の話として、法制審議会でも今、議論がされているところでありますし、手続きという関係になりますと、家事事件手続き、調停とか審判とか、そちらになっていきますので、今回は民事訴訟法といいまして、財産権に関する紛争、 に、関する手続きで IT 化をまず進めるという話でありますが、その後、引き続いて、あのその子どもが関わるような紛争について、IT 化はどこまで進めるのが適当であるのかということの審理が進んでいくことになりますので、まあ、基本的にあの今回の法案を、法律案をベースに、まあ、いかにあの応用できるのか、修正する必要性があるのかというのをまあ今後考えていくということになろうかと思います田君ありがとうございます、ご丁寧に。 えっと次にあの小沢参考人にお伺いしたいんですが本当にあの行政書士の皆さん全国で活躍していただきましてありがとうございます。今日もあの地図を出していただいてますけれどもこの IT 化がそれぞれの地域本当に私はあの、まあ、自治体の経営を担っていた立場から同じ県内でも本当に山間部と。 大都会とと違うと全国で大変地域差が大きいと思うんですが、こちらでこのオンライン利用率を高める努力をいろいろしていただいてますけれども、この地方による違い、あるいは男女による違い、年齢による違い、この3つで何か傾向が見えるでしょうか、それによってどう対策を立てたらいいかということのご意見いただけたら幸いです。小澤参考人 はいあのご質問、どうもありがとうございます。えー、あの資料をつけさせていただいたこの司法書士事務所の、まあ、点在状況、まああの、ご覧になっていただければあお分かりになると思いますけれども、まあ、司法書士は全国に、まあ、つつ、裏裏に存在しているというところがございまして、えー、むしろ私は IT 化が行われることによってですね、 まあ、いわゆる、まあ、あの都市の一極集中をおからあ離れることができるというふうなそんなメリットも私はあると思っていまして一方やはりあの依頼者側から考えますとやはり顔が見える形での依頼を望む依頼人が多いございますのでですので、まあ、そういう意味で言いますとやはり地方にいる司法書士、まあ、弁護士さんもそうでしょうけれどもが ああこそがですねこの I.T. 化の何ていうんですかね、えー、恩恵をまあより享受できるのではないかなどというふうにも考えているところでございます回答になったでしょうかはい加田裕子君はいありがとうございますあの本人訴訟の場合に女性の参画は少ないかもしれないんですがこの I.T. 利用で現場で見てらして男女差っていうのはどうでしょう小沢参考人はいご質問ありがとうございます。 えー、私の,あの申し訳ございませんがあのその本人訴訟の当事者の男女比率まではあの存じ上げてはない,ないのですけれども、まあ、あの私地元静岡なので静岡簡易裁判所にですね、まあ、あの実際自分の事件として出廷することはまあまああるわけでございますが、まあ、そこで傍聴、えーまあ、している限りにおいて、えー、まああのー 男性ばかりとか女性ばかりということではなく、まああのい,いずれの当事者もたくさんいらっしゃるなというそういう印象ですね。はい。加田幸子君。はい、ありがとうございます。のこれからますます財産関係なり女性が関わってくる領域でもございますので、また現場でのサポートをよろしくお願いいたします。えー、国風。 参考人に次にお伺いしたいんですが、本日のご主張、えー、極めてよく分かりました、あの全国の弁護士会、あるいは社説などで、この期間限定裁判への懸念を、あの社会的にも示されているということのご主張はよく理解をできました、その上で、先ほどあの杉山参考人にお伺いしたこと、 の続きなんですがのそれぞれ原告被告なりあるいは関係者が社会的リソースなりあるいは法的リソースがアンバランスの場合にはもちろんこの期間限定というのは問題だろうと思いますが家族法の問題は特にあのそれぞれそんなにアンバランスではない。 またあの家族の問題をご存知のように一ケースごとに本当に常年が関わってくるので長引けばいくらでも長引かせることができるしかし例えば子どもが関わる離婚などですとあるいは DV などが関わってくるとこれは短期間で早く結論を出してあげる方が家族全体のまあ 福祉の向上になるだろうと私は思ってておりましてですから、DV が絡む高葛藤の離婚問題などは、この IT 化と短期の期間限定というのは、あの選択肢として、当人たちが選べば、あの選択肢としてはメリットがあるんじゃないのかと思うんですが、その辺について、38年弁護士をやってらしたというご経験からいかがでしょうか国風参考人。はいあのー 私の問題意識は、課題委員がおっしゃったのとにはあの、同意できます、はいあの。というのは、あの我々は、故意期間限定訴訟を一般的な訴訟制度として盛り込むことが問題だというふうに申し上げています。ですから、あの個別事件類型ごとに、えー、それにあった、 制度を作っていいいくととうののはご指摘の通りだと思いますね例えば労働審判についても、これは短期間で手続きを終結するような仕組みが作られております。まあ、労働審判については問題があるというご意見もあるんだけど、労働者はいつまでも例えば、未払い給料が払われてないのは困る生活がやっていけない。だから短期間でやってもらう制度は、 完全に十分とは言えないけど、まあ、そこそこ、これは使い勝手がいいよねというのもあるわけですから、あの事案事案において、適切な制度が組み立てられていくという意味で、課題委員がおっしゃったような火事事件について、こういう必要性があるから、もっと簡易迅速な手続きを考えようねというのは考え方です。ですから僕はあのこういった 手続きについては今の民訴法改正の中で議論するんではなくて別の場でしっかり議論をしていただきたいということで、あの私がこの手続きに反対する立場と課題委員が今おっしゃっているご意見とは矛盾するものではないというふうに理解しております。課田幸き子君、ありがとうございます。大変端的なご意見いただきました。もう時間ですので以上で終わります。ありがとうございました。 以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました参考人の皆様に一言御礼を申し上げます参考人の皆様には長時間にわたり貴重なご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます 本日はこれにて、散会いたします。